とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントで教えてもらいました、デイリーミッション、行きたいと思います。ここ行こうと思ったけど、ダメージ 50% アップはきついのよ。こっち行きます。なんかね、デイリークエストのプラス25を行って、旗を取りまくると、めちゃくちゃパワー高い報酬が出るらしいのよ。なので、ここ行ってみましょう。防具だもんね。で、しかも、グリムアーマーと強化メール。うん、二つとも、ユニークは素晴らしいやつなんで、行こう！今回はカバンビルドで行きます。いや、一番安全かな。まあ、矢がなくなるのがちょっと心配だけど、あー、来た来た、ナイス！旗を取りながら行かなきゃいけないっていうのはね、結構きついと思うんだ。あ、キャプテンいた。いきなりいた。オッケー。お、いいね。いきなりキャプテン発見。ナイトモードは来るなよ。何？何？モブのダメージが 130%？ これワンパンされるじゃん。いや、待って待って。ナイトモードよりきついやつ来たよ。とんでもねえな。ちょっと待って、ね、これ、いや、普通に考えてちょっと、無理じゃないかと。ダメージもらったら終わりじゃん。オッケー。とりあえず、この、影化した時に、ガンガン進んじゃおう。オッケー。ああ、いいね。この作戦で、いやいや、どこまでいけるかわかんないよ。どこまで行けるかは分かんないんだけども、これで、ちょっと進む。危ない！絶対食らったし、おい。あ、ワンパンじゃないわ。ワンパンじゃないけど、それでもきつい。ちょっと待って。旗を集めなきゃいけないっていうのはきついよね。あっぶねえ、危ない危ない。死ぬ。あ、待って。こっちいないの？キャプテンいない？ちょっとモブのダメージ 130% やめろ。あ、もういないじゃん。骨折り損だ。仕方ない。このまま行きます。いやー、旗3つぐらいは欲しいね。多分、旗を取れば取るほどいいのよ。おそらく。旗をすごく取っていくといいっていう風に教えてもらったんで。ああ、もう！おい、そっち側から攻撃すんなよ。やめろって。で、これは絶対、あれだ。雲がやばい。間違いなく雲がやばいね。あいつに捕まって集中砲火受けると絶対死ぬ。いなさそうだね。いないね。おいおい、来んな。お前らこっち来んなって。もう、嫌いだからお前たちは。来ないでいただきたい。お前も。矢ももったいないしね。残り81発。まあ。81ありゃいけるか。でも、下がとんでもない。下の敵の数あれ、えぐいな。なんだあれ。よっしゃ、行ったる。ああ、もうダメ。これはちょっとポージョンバリアいるか。相当きついことになる。あ、でもなんか、ある程度倒したっぽい。ある程度倒してた。さすがやね。でもまだまだいた。でもここまでか。オッケー。無視。あんなやつ無視。宝箱もね、取ってもそんな意味ないんで、出てくる場所っていうのは、あ、もう、クリア報酬だけみたいなんだよね。OK。なので、どんどん行く。お、キャプテンいる。どこだ？おい、とんでもねえな。いた。よし。OK。おっしゃー。なんだ？ええー、
何ちょっと待って、プレイヤーのダメージ 60% 減少って。ふざけんなよ。えっぐいのつくね。あ、でも、これは近接ダメージってことか。ああ、あははははは。嘘でしょ。まあまあまあ、もう死ななきゃいいんだ。あぶね。ね、もう、死なないでいけば、いいでしょ。オッケー。おい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 。もうダメージ、えぐいって。130アップのやつはエグすぎる。なんだこれ。よっしゃ。なんか影のポーション、あった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 。え、クリア、まだまだか。もうこういう時にガシガシ進むっきゃない。よし、オッケー。もう少しだ、おそらくもう少しで到着する、ゴールに。矢は77本。なんとかなるか。よし。エンチャントのやつがいなければ、OK。よっしゃ！よし。いいぞ。いいぞ。お、ゴール発見。うん。いいんじゃない？あと一個なんか旗ないかな。ちょっと横道行ってみようか。ちょっと横道にそれて旗を探してきます。嘘、重力。よし、 OK。 ゴール見えたね。今2つ旗取ってます。もう一個ないか。あ、ないな、こりゃ。ここはないわ。はい、じゃあもうクリアしよう。いやいや、もう3回挑戦したよ。クリアです。旗を2つゲットしました。そうしたら、パワーどれぐらいの防具が出るんだろう。まあ、デイリーレベル2だから3の方が多分いいんだよね。なんか260とかパワーが出るらしくて。どうだ？いや、パワー次第では黄金装備よりも上だよ。うん、パワーとスキル次第では。全然上来る。さあ、ユニーク来ちゃって。で、253じゃん。253。HP は200、まあ、210万。250の時よりも、20万、30万ぐらい上か。いや、260が出ると多分ものすごいよ。HP 多分、300万近いんじゃない？となると、とんでもないね。今の耐久力の倍か。絶対欲しい。でも、デイリー多分、レベル3クリアしなきゃいけないんだよな。3で、旗を3つ以上とか、そういう制限がなんかありそうな気がするけど。まあ、とりあえずね、デイリーの高レベルのところを、旗を取ってクリアすると、めちゃめちゃ高パワーなやつが出るらしいです。はい。今日は俺ね、253だったけども、もっと上のやつが来ると思う。まあ、出ましたら報告しますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。